タイの昆布締めを作っていこうと思います。はい、タイフィーレですね。タイの黄身ですね。これをですね、昆布締めにしようと思うんですが、これはね、はい、まずこれをちょっとこっちへ置いておいて、にある昆布がこんなものしかないので、これ本当ならですね、もうちょっとでかめの昆布があれば一番いいんですが、ないので、はい。でこれをですね、日本酒で漬けていくんですが、日本酒または料理酒ですね。タイの昆布締め、うま
そうしよう。さあちょっとでは実際にいただいてみましょう。こちらにですね、お刺身醤油を入れまして、わさびをちょっぴり入れまして、大きい、いただいてみましょう。うん、何これ、めっちゃうまいですけど。江戸前のお仕事ですわ、これ。うまっ。以上、鯛の昆布締めでした。うん、いくらでも入るね。